先生。はい、何でしょう、小野さん。私、ご報告じゃないや。言いたいことがあります。何でしょう。何ですか。あのですね、こう、私の目の前に今、ある人物のフィギュアがあるのです。それはあれですね、14歳のスーパーアイドルですね、はい、そうです。14歳のスーパーアイドルがみそじで美咲だったくらいの頃に着てたような、そうですね、その衣装ですね、はい、ちょっと似たような衣装を着ているフィギュアがありますね。それはあの某ラキスタという作品の一番くじじゃないですか、うん、そうなんですよ、ね、はい、ちょっとやめなさい、やめなさい。お手元に、この、うさぎな私が、かわいい私が、大きいな私が、いるのではないかと思うんですが、その横に、なんかあんまりなんかさ、見せたくないさ、なんかとかいいじゃない。しかも何外してんだ、お前さん。なんかキャラクターさんがいるわけですよ。僕もすごい見覚えのある感じだね。見覚えがあるね。そうですね。なんか、白石くんが、アシスタントですね、それね。そうそう、なんか白黒だった時代に見たような感じのね。白黒だった時代って、なんか俺、昭和の俳優さんか、俺は。なんだ、俺はあれか、無声音のあの、音が出ない、なんか映画の時の俳優さんか、俺は。そうなんですよ。これシークレット、シークレットらしいので、ありがとうございます。どういったものかは言いませんが、ちょっと軽く、皆さんに衝撃映像を見せたいかなと。衝撃映像見せますって、だからラジオだからちょっと伝わらないでしょ。で、衝撃映像を見て、その衝撃映像を、音にしてください。いや、だからちょっと待ってよ。見えて分かってんだけど。おい、やめろ、ほら、しかもなんか中に入っているし。中入ってる。うさ耳？うさ耳、ニャモーだ。違う。ぜひ元に戻らない、じゃあ、あの貸して戻すから、俺自分で直すから、それ返して、それもう、ね、もういいや、はい、かわいそうな、じゃあ、もう飽きちゃったね、はい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 、じゃあ後で直してくださいね、はい、後で、はい、そんなわけで、まずは普通オタのコーナー行ってみたいと思います、まずはまずは、ちょっとどうしたの、久しぶりに見たから少し思い出した感じで、この間さ、ウサギがいたの、え、ウサギ型のマンってこと、そう、ウサギ型のやつだ、はい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 、かわいいよね、うん、あれは中身おいおい、ヒロミそっからちゃんと広げるんだろうな言うのはいいけどさかわいい、違う、結構ね、あれ売ってると可愛いなと思うの。そうだね、確かにね、あのこう容器の中でね、こう並んでる感じでね、なんかほんわかするよね、あったかい感じがさ、なんか雪で作ったウサギみたいな感じでちょっと可愛い感じ、違う、申し訳ない、違う、ことはあれでしょ、コロさんはその中華まんの中ではウサギまんが好きっていう、そうじゃないんだけど、そうだろうと思ったけど一応聞いてみたんだ、この間までどんな中華まんが好きかって話なんだけど、コロさんはどんな中華まんが好きなんですか、何がいいかね、何がいいかね、コーナーは本のタイトルだけ送ってきていただいて、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。なんだからになっちゃったの、どうしたの急に、なるほどね、じゃあその感じでちょっと外国な感じだね、じゃあちょっと読んでみようかね、とんがった帽子が痛いとか、普通普通だ、それ痛いっていうのは、とんがった帽子が痛いっていうことは多分あれでしょ、要するにそれは多分刺された方で、刺された方が、あの被ってる方じゃなくて、多分こう横でこう電車とかでこう寝てって、隣の人があのこう傾いてきてクッてやった時にこう香りぶつって痛いみたいな、そういうね、嫌ですね、ちょっと攻撃性のある感じ、またバイオレンスな、バイオレンスな、なるほど、美少女戦士セーラマーンとか、セーラマーンそれいいね、美少女戦士って頭につけているにもかかわらずセーラーマンだから、それが普通にあれだろ、スーパー、そう、最終的にはそれはスーパーさんのことが言ってるよ、だからセーラーマンだから、完全にママ的な匂いがするよね、そうですね、完全にただのスーパーさん、今年からはほら、あのもう心入れ替えて愛をこういろんな人に、そうですね、もう三輪明宏先生ばりにこういろんな人に愛を、あのバイオレンスは今年はない感じで、いつも花が咲いてるような、もうパンゼッタジローラモぐらいこう人類愛な感じでいこう、爽やかな感じでいきたいと思います、押していこうね、はい、そんなあの今年の抱負が決まったコロさんと、フラさんいかがでしたか、はい、チョコレート、チョコレートいいですね、なんかさっき肉まんの話したじゃないですか、チョコまんってあったんですよ昔、あったね、今ないの、今あるんですかね、あるよ、クリームまんとかでも出てるぐらいだし、ちょっと食べられなかったです、お、食べられなかった、そうか、食べられなかったんで、それは苦手ってことか、それとも食べても、そう、売り切れちゃったのか、期間が食べてなかったのか、売ってたんですけどなんかちょっと食べられなくて、気づいたら最近見ないな、あれだね、このラストに来てのこの近況報告っていうのは古谷のこう持ち出だなってきた感じだね、はい先生、何私先生、はい、
リンどうしたの？私いろいろなんか自己開発？開発変わろうと思うの。聞いてあげましょう。聞いてあげましょう。聞く聞く。あの今までモイモイって呼んでたんですけど、私卒業します。モイモイじゃなくてモイモイ先輩って呼んでもいいですか？あの吉奈に。これからもえもえ先輩って呼びます。はい、よかったね。そうなの、そうなの、分かった、いいよ、もうね、うん、好きなようにマリリンの好きなように生きて。ありがとう、優しい。おさい銭。ちょっと前ですけどね、いくら入れました？505円。どこれ由来はあの50の5円みたいな。5円が5倍はあればいいな。500倍。5倍。5円が500倍あればいいなっていう思いを込めてみました。なるほどね。何でしたっけ、穴が開いてればいいんですよね。あ、そうなの？あ、50と50円とか。そうなんですよ。本当に？こうやって先が見えるのがいいって聞いてて、だったらその中の最高の額で私は50円を入れます。そうなんだ。でも5円の方がご縁があるっていうからいいんじゃないんでしょうかね。私、45円だったの。どうなんだろう。45円。45円があって、言われて、45円、はい。マフラーを編むとしたら誰に編みますか？なんかあったかいですね。マフラーを。マフラー誰に編みますか？私編んだことあるの。女の子ですね。中学生の時に。しかも中学生。そう。すごい。片思いしてた男の子がいて、で、その男の子がね、あの、なんでか、ほら、笑いそう。あれ、なんか、うちの中学はニューバランスっていう。ニューバランスが流行ってて、その男の子が入ってたニューバランスが、青と黄色のニューバランスだったの。だから、青と黄色のマフラーを、編んだ。だけど、黄色が好きだと思ってです。でもね、私なかったの。できたんですか？あ、うん、できた、できた。あんだん、ちゃんと、あんだやつを渡せなかった。うん、渡せなかった。恥ずかしいよ。そしたらないよ。で、その後行方は？行方は、どうなんだろう、しまいっぱなしなのかな、自宅にあるのかな、違うかも。なんてこった。笑わないでください。なんてこった。マフラーとか編む？一回だけ編んだことあります。え、編みましたか？自分用です。うん。自分用。お母さんにあげようかと思ったんですけど、思ったよりうまくできたんで。じゃ自分で使う。なんで思ったよりうまくできると自分で使うの？じゃあ結局自分の。かわいいなと。かわいいなと。なんてこった。男子は編まない。編まない。違う、そうそうじゃなくて。編まない。編み物に関しては本当に何回やってもできなくて。難しいね。難しいよね。不器用なんですかね。階段で転びそうになりました。どうやってごまかしますか？わかるかな？ヒール？ヒールなんか聞いたんですか？かくってこう、かくって。女の子がよくやるあれですね。そうそう、あの、かくって。でもなんか、私そう、ヒールが高いんですよ。うんうんうん。なんか大体、今履いてる靴もそうなんですけど、ヒールが、今の靴12センチ。12センチもあるの？ 12 センチ？どんだけごまかしてんの？なんてこった。うわーい。このヒールで転んだら本当に、ただじゃ済まないですよ。ねえ。もう慣れちゃったんですけど。すごいね。あ、なんか、女の子はカクってなっても大丈夫なんですけど、なんか男の子ってあれを見てて、よくあんな痛がらないなと思って、驚いてるみたいです。ああ、あのカクがね。男性に聞くと、よくあんなのやれるよね、みたいな。やりたくてやってるわけじゃない。ね、でも私、言っちゃうんですよ。なんか、グチってなったら、あいてとか言っちゃう。あ、いいじゃん。ごまかす。ごまかす。すごくごまかす。なんかすごい本田が嫌な顔で見てるよ。私、なんか、お、こんなところにゴミが、とか言う。いや、そうだ。で、なんかその残念さがね。残念大変だよね。まあ、今度どうやってごまかそうかな。もうワン回転ぐらいしてみようかな。それ見よう。それじゃあそれを活かしましょう。これは、見つけるために。これは30を、超えてしまいました。超えてしまいました。次のタイミングは、なんだろう、子作りかな。え？あれ？なんか、ダメ。もう、つぼに入ります。おじいちゃんとおばあちゃんを
パパとママって呼んでます。あ、そうなんだ。そう、なんか、エイコって言うんだけど、うんうん、うちのお母さん。エイコちゃん、みたいな。ちょっと待って、呼び方。お父さんのことは私、まさかずくんって呼びます。最近。バカにした言い方にすると怒られるよね、きっと。まさかずくん、みたいな。ちょっと、ちょっと、小馬鹿にしてる。マジで言うと、全部バカにする。大丈夫だよ。子作りしたら、入塾どうしたの急に今日はこういうテストでいくのねこれはいみたいなはいこの声聞こえたよこのラジオあの始まって以来で一人はい一人増えた一、ね、人増えましたね初めてね初めてちょっと驚きでしたねあ8回目ですよもう気がつけばはいあのハエ広がりって言ったら今ハエ広がりって言った今何ハエ広がりってブーンって溜まったことこれ八の字的なところに生えてきたの今そうそうそう手をこうやってこう広げながらってやってるから羽なんだろうと思ったの今最初背中に乗ってみたい動物はなんかみんな基本的にしがみつく方向だよね全体的にでもロープは多分心の綺麗な人には見えないです君も何言ってるの一体どうしたの君みたいな何心の綺麗見栄えとかはそんな気にしなくても。じゃあ私見えない。私も見えないですね。あなるほどね。このさん確かに見えなさそうな感じが。ショートケーキにいちごの代わりに乗せるとしたら何乗せる？ほう。おショートケーキ。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 まあ確かにね。だっていちごショートとは言いながら。はい。お。お。これ。お。プロデューサー斉藤 P が。天の声が聞こえます。お願いします。はい。ショートは、ショートは短い繊維のある繊維、繊維繊維短い繊維のある、はいはいはい、あるという意味から、うん、砕けやすい、脆いといった意味で用いられる用語ですと。ほうでショートケーキはショートブレッドともいい、ショートニングを使って作られ、サクッとしたビスケットのようなものでもあることから、こう呼ばれることになった。うん、まずいろんな説があるが、はあ、特に分けて考えるものではございませんとすいません全く分からなかったんですけどはい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 タケノコの里合いそうじゃないですか。ああ、なるほどね。形的にも。あ、でも言いたいことだから、その、これもでも確かにね、今ね、アポロのこと考えてたんですよ。あー、私、スイカって思ったの。ああ、いやでもほら、スイカもね。スイカもさ、なんかさ、三角じゃん。あのサイズですか三角じゃんってあのサイズでボケるつもりなのかおいおい完全にあれだって分断するでショートケーキがズボーンってなんだスルメスルメも三角だよえ三角で縛っていくのじゃあね半分ものけちゃっていいんじゃないですか完全にショートケーキで半分乗せちゃおうよそしたらもうねあのスルメちっちゃくしてさ足もつけてさ足の部分をさそのさこうケーキに刺せばいいんじゃないそれどのくらいのサイズで言ってるの君あの手のひらサイズそれ最初だけでもなんか侵略するような感じになっちゃうからダメじゃんそれダメダメそれ三角です、ね、侵略侵略しちゃうからそれダメ侵略ってことがちょっと面白いねそうだねジェットコースターに乗るとしたら一番前ですかそれとも一番後ろですか後ろ何そのおもろみたいな後ろですなの後ろですかなの後ろですかみんなあれだねあのきっと地元に帰ったりとかでいろいろこう大変なことにね出したねあのね早いだけならいいの落ちたりとかのそのと前に登るでしょたったったったあの登る感じが嫌いなのあーなるほどねなのであのトットットットっていうのもキューンって上がればいいと思ういや危ないだろそれは落ちるとこキューンと落ちればいいと思うあーなるほどねフリーフォールとかは大丈夫だな。嫌だ。落ちるだけとかは。あ、ね、上がる過程が嫌いな。何上がる過程が嫌い。あ、なるほどね。おー。後楽園にある、サンダードルフィンだね。サンダードルフィンだけは好きなの。はいうん、あれ、だって、断然落ちるスピードも速いし、登る高さも藤山に匹敵するぐらいの高さなんだよ、あれ。あの、あれは。なんでだろうね。一回しか落ちないんだったら落ちなきゃいいのにって思う。いやいやだから、落ちてスピードを出すから絶対本のタイトルのコーナーです。はい。このコーナーでは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。あれだからね、コロナ別に人々バレちゃって。ね、でもちょっと面白い。最近こう、河野さんのネタにこうね、古谷がこう、ついていくっていうこの流れで、ね。生粋のマニアの参加状。参加状。占い捨てないあーこれじゃないの1枚2枚3枚買う。あうまいなるほどね。うまいけど3か条じゃないですそれ。早起き並ぶ買う。
あーなるほどね。キザなことか。キザなこと。キザなこと。これプレゼントって言って、うん、全部リボン巻いて自分に。自分に、それキザじゃないよ。自分にリボン巻いて。それ女の子がやったら大概があのなんかオッケーな感じだもんけど、男がやるとただのアホだよそれは。先生、それは先生それはさすがにちょっとあれかと思いますけれども。いやでもなんか男の子がやってちょっと可愛いかな。あ、蝶ネクタイすればいいんだ。蝶ネクタイして現れて。あのすいません、あの先生。最近欲しいもの D カップ長野ハラミ役の相沢舞です。最近欲しいもの二の国、愛用優子役の本田真理子です。最近欲しいものパソコン、いつもクールな水上舞役の戸賀美鈴です。ちょっと前にねお店のお姉さんがサイズを測ってくださるじゃないですか、はい、でお客様C カップですよって言われたの。で、ほら、こうやって見れば C カップですよって言われて。嘘こけーで、嬉しくなっちゃって、そのお店で C カップの買ったんですよ、はいはい、3着ぐらい。で、家でつけたらすっかすかで。私逆に思ってたより大きかったりしたりしましたよ。なんか。そうなんだ。麺 100g と鉄 100g どちらが重い？これ鉄じゃないの？鉄じゃないの？なんかねこれね麺よりね、うん、鉄の方が重そうに感じんじゃん、うん、なんだろう麺って軽いじゃん。でもさ、うん、私気づいたの、すごい読んでたから気づいたの、うん、100g じゃん両方とも。うん、あほら頭良くない私、うん、すごいよマリリン、両方とも 100g なわけよこれ。うん、麺も鉄も結局 100g なわけ。あれ通じない。あれどちらが重いって言われてもどっちも 100g だから同じ重さだよ。同じ重さ、え、なんで、え、なんでちょっと待って、私バカじゃない、私バカじゃない、うん、どっちも 100g なんだよ。重さって 100g もう決まってるからってこと。そう、だから麺、うん、麺 100g はこんなんで、こんなんで、普通は多分こんなの。なるほど。ほら突発的にやられるとなんか悔しい。はい。私が思う一番強そうな駅名は東京メトロ有楽町線の五国市です。皆さんはどこだと思いますか？その中で戦わせて一番強い駅名を男塾に入塾させたらいいと思うのですが、ちなみに多摩プラザは可愛い系、天王寺アイルはビジュアル系なような気がします。これ天王寺じゃない？はぁ、あ、天王寺って言っちゃった。天王寺アイル。私月島とか、うん、かっこいい気がする。ふふはい、じゃあ両国。おお。私はウグイス谷。なんで違うの、なんか力だけが全てじゃない。ああ私結構言い尽くしちゃったけど。もういやでもでも王子か目黒、目黒いの。目黒い。あ、萌様スルーじゃん。萌先輩やっぱ王子推しでお願いします。王子で、王子で。これさ誰が決めればいいんだろうね。今回は五国寺と、両国に、塾長になっていただきたいと思います。なんか居住まで桃井かおりさんかと思った。五国寺と両国にそのまま行くかと思った。私はみたいな。街を歩いていると異様に自分だけティッシュをもらっているように思います。これがあのモテ期なんですね。ありがとう。でも私ね、フードがついてるコート着てた時にフードにいっぱい入ってたことが、すごい。なんかカサカサすると思って。そして触ったらなんかティッシュいっぱい入ってたことあって。それって友達とかじゃないんですか？え、違うよ。あのティッシュ配りの人だよ。だって普通、そんなひどくないですか？なんかいっぱい、連続してならいるじゃない、うん、あの人たちって。あ、いますね。なんか、渋谷とかで一つの、多分一人目が入れたら、なんか、なんか、あ、いけんじゃねみたいな。ちょっとひどい入ってたことが。かわいそうす。かわいそうす。まあでもそのティッシュもまあ後々いろいろ使い勝手がありますからね。まあ確かになんか。まあね。私、
博士役の今野ひろみでございます。はい、そしてそして、東雲菜乃役の古谷静香でございます。そして、拾われてきた猫、坂本さん役、白石みのるでございます。以上、この3人で番組を進行していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それはね、迷ったんですけどね、いたしますで行くか、そうね、しますで行くか。あ、ごめんね。いきなりだったね。今日はそういう方向で。ちょっとゆっくりなまったりとした感じだね。まったりとした感じ。いや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 、ほら、何モードこれ、何モードですか、何モード、おこたモードで、おこたモード、なるほどね、みーかーん、みーかーん、みーかーん、あ、かいあれかい、そんなもん。未来のトイレでどんなトイレがあったらいいと思いますか。トイレ、はい、トイレ、はい、トイレ行くんかい始まったばっかりなのに今行くんかい、トイレ、トイレ、トイレ、なるほど。おー、久しぶりに聞いたなそれ久しぶりに聞いた、未来のトイレですよ、みんな、いい、みんな、いい、みんな、ママは小学4年生かお前、本当に。まあいいや、そう、セレブの人とか、おー、買ってそのウォシュレットのやつとか買ってくっていうよね。あ、もうじゃああっちで売ってないってことですか。多分売ってないと思う、ないなと思う。そうそう、多分トトって見ても多分アフリカ歌ってる人だったぐらいしか思わない多分、うん、どこごめんね、分かんない今日はもうずっとなんかみんながわからないギャグを言い続けてみようかなみたいな、そういう方向性を。トトー、イエーイこの歌えないのが残念だよこれ。未来のトイレでしょ、はい、あのリモコンでピッて押したらピッて来る。何ピッて電車のあの椅子を全部全部あ、別にあの脱いで座りたい人は座ってもいいですよと。要するに、ね、なんていうの、こう、あの、便座車両みたいな、そういう。ちょっとあの。トイレ捨てることが分かんなきゃいいんだよ。ああ、なるほど。脱がなくても、うん、トイレができるようになる。それはもうズボンの問題じゃない？のそれは完全にズボンの問題じゃないか？穴開いてるとか、なんていうの。何ですか？あの、飛ぶ？飛ぶ？飛ぶ？飛ぶの？あの、空間を移動するみたいな。あ、それもだからさ、ズボンの問題じゃないの？だからこう、うんっていう、その気持ちになった時に、その、お尻から転移して、スパッとそっちに行くような流れなわけでしょ？あー、無理だね。無理だね。なんかいろいろ。もしかしたら、ブラックホールみたいな、小型ブラックホールみたいなのをズボンに貼っつけると、あの、スッとそこに入って、映してくれるみたいな。どこに行くんですか？違うところに。あ、トイレに行きたいっていう状態が、こう、うん、うん。あの、なんていうの？消えればいいと思う。もう気持ちから、気持ちからトイレに行きたいという。待って、それは何？改造手術じゃない？もう。トイレじゃねえし、それ。もうあの、人体の問題じゃない。気づいたら出てるってことですよね、じゃあ、それは。いや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 。それは、それはだって、それはただのちょっと、あの、あれですよ、あの、パンパン的なものが必要になってくる。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。あの、なんか見えないところで、まあ、まあいいよトイレ普通で。そうね。いいですね。バーゲンセール。うん。セール好き。うん。お菓子のバーゲンがあったらまず何を買いますか。お菓子の。僕チョコレートです、ね。私もチョコレート。チョコレート。これは？ポテチ。お菓子のまずポテチなんだ。ああ。初めて聞いたよポテチのつかみ取りって。バリバリですね。面白い。面白い。ねえ、ちょっと面白いけど確かに。私は舌打ちをしたことがないというキャラを主人公に漫画を描こうと思っているものです、はい、ほうほうほう。ですが舌打ちをするシチュエーションが思い浮かびません、絶好の舌打ちタイミングを知っていたら教えてください。できれば舌打ちをした後チッありがとうよみたいな幸せな舌打ちがいいなと思っています。舌打ち、あのね、私舌打ちをよくするキャラクター知ってんだ。およくやったねあ、俺もよく知ってる。あ、そうだ、よく知ってる。じゃあ美味しいステーキを食べて、うん、待って今血の後にシーシー言ったよ今ね。シーハーしたよ今ね。それ完全に詰まりしたよね。なんで、はい、古谷さんはいかがでしたか。古谷さんさっきから気になってたんですけど、うん、あの、ノリついてないですか。私ノリついてないですか。ノリ？何の話？待って。なんでそれ最初に言わないの？今聞くのそれ？え、何食ってきたの今日？何か食べてきたのさっき。おにぎり食べて。パリパリおにぎりを買ったん。おお。大丈夫よ。これ銀歯なんですけど。まあそれはいいんだけど。そんな奥まで見せなくていいから。しかもノリが作って前でしょ前。
歯の前銀歯の報告もされたよ。前されたね。大丈夫ですけどね、やがて。銀歯何を銀歯刺し針したいの。のりもついてたら取りたいんですけど、白くしたいですね、銀歯。あ、はい、わかりました。大丈夫です。今日の静香ちゃん の一言です。一言は、はい、今日のフリアでございました。すごいね。花粉症の方がいらしたら今年の対策をご教授ください。これ申し訳ないことに、私たち二人ともまだないんです。なーに。私ね、15年ぐらい花粉症なの。え、もうベテランじゃん。私はでも最近はレーザーしかやってないから。レーザー、うん、そう。レーザー、レーザー、レーザーって何ですか。鼻の粘膜を焼くの。焼く、あ、うん、聞いたことありますよ。あれこう実況すると、うんうん、ピッシュボン 10% ピッシュボン 30% ピッシュボン 60% そのパーセンテージは何なんですか。焼け具合、焼け具合、やだ。はい、右終わりました。左行きます。ピッシュボンって、まだ何パーセントって始まる。防寒対策だっけ。防寒対策です。そうですとも。どうしましょうね。マスクで対策と、うん、とりあえずマフラーとフードかぶって手袋しりゃいいんじゃないですか。すごい適当。ちょっとちゃんと考えてあげようよ。考えてます。スーパー雑です。あとかじくん、合格にしようか。のコーナーです。なんだすごかった。すごい、今日すごいの来たな。でもこのプチ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 何種類ある、うん、プチプチって一つ一つ潰します。うん、お、不敵な笑みが萌え様から。私は一つ一つ潰さない。あ、こうやってこう雑巾みたいにして。あ、やっぱり何があったんですか。あの、実は私両親が学校の先生なんですよ。おあ、いいよそんなに大きなあの。今こう頭の中で理解するまで 1.5 秒ぐらいかかった。この音がやってる、このホンダの。いやいやいや、そんなこと言ってそんなこと言ってないよ。そんなね、すごいやかに育ってね。こんな素直に、素直すぎてね、うん、素直すぎてなんですか。いやだからね、だからこんな健やかなね、そうですね、心に育ったんだなって納得しましたよ。やったね、うん、よかったね。そうだよ、うん、きっとね、うん、でなんか分かんなくなってきちゃう。で、で何、で何、いや、え、で何、そこまで、それだけだよ。それだけ終わったのその話は。まさかのこけしだよ。どういう意味。ちょっとそんな大きな話にしなくていいんだよ。でもさ、ご両親がさ、先生だったら、ならない癖ありますか。ありますか。ならない癖、うん、あーでも、うん、なんだろう、私かかとに乗っちゃう。はーい。誰の。あ、自分の。なんかあの自分重心を後ろに、うん、そういうことね。わけじゃないですよ、ヒールとか履いてると。やんないですか。あ、こうやってね。そうです、バランス取り始めるんです、急に。なるほどね、面白い。一人でもバランス取り始める。それ癖なんだ。あ、癖かもしれないです。直そうと思っても全然直んなくて。私なんか最近あるのは、うん、あの自分のリーチを考えなくて、うん、とにかく突き進むからドアとかに結構ぶつかったりする。何がぶつかる。さっきも肩とか、なんか肩とか手とか考えないで進んでって歩いてドンってぶつかったりすること、うん、まあ可愛らしいけどもって感じですよね。ちょっと相撲シーン。いいね。笑いありますか。なんだろう、私唇を噛んでる。グリグリ。うーん、こう多分すっごいいろいろ我慢してんだと思う。私も吐き出してください。私が吐き出せることならなる。受け止めますから。じゃあみんなで、みんなでちょっとモイ様にありがとう。あ、違う、モイ様にありがとう。さて、番組もそろそろ終わりとなりました。なりましたよー、よーよー。ほら、どうでした、どうでした、うん、なんだろう、なんかすごい、なんかよーって感じでした。だったらしいです。あ、そうなんだ。なんかね、みんなのね、あ、ごめんね、流していいから、ね、そんな3人のね、共通点ができたところで、うん、はい、またね、次回も、うん、あ、閉めるのね、はい、次回も頑張りましょうね。頑張りますね。誰が閉める？あ、いいの閉めて。私閉めていい？なんか今日ね、マリリンが閉めるのかなと思って。違うよ。じゃあそんなわけでって言い出した。